沖縄市産婦人科医クリニック島袋文です。今日は認知症予防にやっておいた方が良いこと、ストレスマネジメント編ということでお伝えしたいと思います。ボケないためにっていうことでですね、アルツハイマー病真実と終焉、リコード法について紹介された本ですけど、まあこれを日本で実践されている今野先生が実際にクリニックでリコード法を実践していて、で、今野先生おすすめの認知症対策としてですね、食事、運動、睡眠、ストレスマネジメント、認知トレーニング、有害物質対策、まあ、このようなことをやっていきましょうということで、今日はストレスマネジメントについてお伝えしたいと思います。で、認知症のお薬っていうのがいろいろ出てはいるんですけど、あまり効果がないと。で、それはどうしてかっていうと、認知症っていうのは生活習慣病なんですよっていうことなんですね。で、もともと、アミロイド β っていうのが認知症の原因じゃないかって考えられてて、アミロイド β を減らす薬とかも開発されたんですけど、まあ、他にもいろんな薬が開発されてるんですけれど、そもそも、体の中に溜まる老廃物とか不純物、毒素、こういったものをですね、起こらないようにしないで、溜まってきたものだけを除去しようとしても良くならないと。だからこそ原因物質を良くするっていうことが必要で、この根本原因にアプローチする、ことが必要。で、それが、この食事、運動、睡眠、ストレスマネジメント、認知トレーニング、有害物質対策、これ全部ひっくりめてやる。で、リコード法では個別に、いろいろこの検査をして必要なことを、詳しく指導していくってこともされているんですけれど、まあ、個別じゃなくてもある程度効果はあると。いうところで、リコード法っていうのが、作られてるってところです。ただ、全部やるの大変っていうところでは、まあ、予防であれば、まずはもうできることからやっていかないといけないってところですよね。で、将来だから、寝たきりになったりとか、ボケてしまったりとかしないっていうためにも、やっていくことっていうのが、健康のためにつながって、いくと、普段の健康のにつながっていくってことです。で、まあ、ストレス対策の効果としてですね、説明するとですね、ストレスを、起こさないようにすることで大事なのは、ストレスを感じると出てくるホルモン、コルチゾールっていうホルモンがあるんですけど、このストレスホルモンがたくさん出てきてしまうと、脳が縮んでしまうと。特に記憶力に大切な海馬っていう脳の部分が縮んで、神経細胞にダメージを受けてですね、記憶力低下が起こってしまうということなんですね。だからストレスを溜めないようにするっていうのがとても大切ということです。で、実際にこのストレスホルモンであるコルチゾールがね、たくさん体の中に出すぎると血糖が高くなってしまうと。で、血糖が高くなるような状況っていうのは、体に、すごく負担が起こるんですね。で、また血糖を下げるインスリンホルモンが出すぎると、認知症のリスクが上がるということです。で、この血糖の問題っていうところでは、老化を促進する3要素、糖化、酸化、炎症の糖化とすごく結びついてるんですけど、糖化っていうのは、糖がタンパク質や油に、体の油にくっついて体が焦げていくというふうにイメージしたらいいと思うんですけど、まあその血糖値が上がることで、今度なんか血糖値を下げようと思って、血糖値を下げるインスリンってホルモンがたくさん体の中に出てくると、体の中の糖がうまく使えなくなってしまうと。で、またですね、糖が、たくさん体の中に、出すぎるとですね、タンパクとくっついた最終糖化産物っていうのができるんですね。で、これが活性酸素と、たくさん作って、体の酸化、サビも起こってしまうと。で、そして炎症も起こっていくということで、そうすると、認知症のリスクも上がってしまう。っていうことなので、ストレスを、起こらないようにするっていうことは、認知症予防にも非常に大切と。いうことになります。で、ストレスっていうのは、どうしても、じゃあ、世の中から隔絶されてボケっとしてて、ストレスなければいいかって、そういうわけではなく、適度なストレスっていうのも必要だし、脳の、刺激っていうのはもちろん大事なんですけど、まあ、ストレスを、対策するっていうことを意識するということですね。まあ、ストレス対策をしっかりやると、血圧や脈が安定化して、ストレスによって血圧が増えすぎると、心拍数も上がって脳血管の破裂、脳血管の障害とかそういった問題がね、起こってしまうので、そういうのが起こらないようにすると
いうことですね。で、あとは免疫機能を良くしたり、抑うつ気分や不安感を良くしたり、睡眠を良くしたり、痛みを和らげたり、認知機能を良くしたり、まあ、ストレス対策でこういった効果が得られるということです。あと、ストレス対策として非常におすすめなのは運動ですね。運動することでホルモンを増やすことができる。で、ドーパミンっていうホルモンは意欲を高めて幸せを感じるサポートをしてくれるし、セロトニンっていうホルモンはうつや不安を防ぐ効果があって、あるということですね。で、セロトニンはウォーキングとかジョギングとかリズムのある運動をすると増えやすいということで、まあ私としてはその中でも非常に効果の高いスロージョギングっていう運動をお勧めします。ちょっとだけかかとを上げて足の指の付け根に重心をかけながら歩くスピードぐらいでゆっくりと運動して歩いて歩くっていうかジョギングするっていうものなんですけど、これが非常に効果が高く歩く運動の倍ぐらい、同じ時間で倍ぐらいの効果が得られるというものですね。で、まあ、ストレス対策として、今野先生のおすすめは、マインドフルネスです。で、このマインドフルネスっていうのは、禅から発想を得た瞑想法っていうことで、まあ、今この瞬間に意識を集中する。まあ、脳の中の方は、もういつもいつもいろんなことを考えすぎてるんですね。あでもない、こうでもないって。本当にものすごい考えすぎてる。だけど、その思考を止めるっていうことが非常に脳にいい状態を作ってくれるということで、その瞑想の習慣を持つことで記憶力がアップしたり、実行機能、作業記憶、注意処理速度の改善などが言われてるけど、まあ、要は、よりたくさん仕事ができるようになるし、脳にもいいと。いうことですね。まあ、Google がってかあるんですけど、Google とかいろんなね、有名企業がですね、瞑想を取り入れて社員が実践していると。で、心のエクササイズとしてこれが受け入れられていて、で、非常にこの、なんだろう、企業としての収益にも結びついてるんじゃないかっていうところなんですね。で、私はマインドフルネスと座禅って、まあ、ほぼ一緒なのかなと思うんですけど、座禅って宗教と関係ないですよっていうのを、私の座禅の先生の松浦先生が教えてくれてるんですけど、でもなんかこう、座禅って言うと仏教に関わりたくないとかね、そういう感じで、思ってしまう人もいたりするっていうところで、まあ、マインドフルネスっていうと、瞑想で、エクササイズですよっていうことで受け入れやすいのかなっていう感じで、捉えられてたりします。で、まあ、でも、座禅も別に、エクササイズです。ということで、私は、その座禅を習って、まあ、マインドフルネス習ってたら、それでやったのかもしれないんですけど、まあ、座禅を習って、座禅をやってるんですけど、実際これやっててですね、おお、記憶力が上がったとか、おお、なんか、仕事がどんどんできるようになってきてるとか、そもそもですね、座禅をしてて、雑念なく集中できてるかっていうと、たった20分間、もう本当に雑念だらけで、座ってるうちに、あ、これやられ忘れてたとかって思い出したりなんかしてね、もうなんか、あ、今メモしときたいとか、あ、じゃあなんかこれ、今覚えといて、さ、後でやらないととか、そんなこと思えてね、それじゃあ、ちゃんと座禅になってないっていうところで、もう本当突っ込みどころ満載なんですけど、まあ、できてないとしても、まずは続けることからってことで、まあ、今、2、3年続けてきていて、で、自分としては実感として良くなってるってまだわからないんですけど、まあ、1年ぶりに会った、松浦先生がですね、すごく変わってますっていうふうに言われて、それで自信を持って、続けていこうと思った次第で、そのあたりのことを対談で、こちらの方で紹介しているので、よかったら座禅について、見ていただけるといいかなと思います。以上ですね、将来認知症予防に、ストレス対策っていうストレスマネージメントっていうことをご紹介しました。ありがとうございました。